どうもかげやんです。今日はマインドセットに必要なものはということについてお話したいと思います。えー、その目標をね達成するためにですね、えー、こう必要なマインドセットっていうのがですね、えー、あると思うんですけども、その。 絶対的にこう思うのが絶対的にというか思うことっていうのはその目標に向けたね積極的なこうマインドセット積極的なマインドセットですねだからプラスのマインドセットということとあとはその目的をね今までの自分に戻ろうとするそのマインドブロックですねそのマインドブロックを外す作業ですねだからその目的に向かってこう頑張ってやろうと思う 気持ちがありますよね。その,その思う気持ちをこう保つというか育てていくというかその気持ちで関わっていくことと,、えー、と前の、ね、自分がこう目標に向かってない自分に戻ろうとするマインドブロックがあるんでそれを外す作業というかそっち側をこうやっていくということですね。そのの、ためにこう積極なこの、こ その目的目標をこう明確にしたりしてそのしっかりやる理由というかそういうものをつけていくこととその前に戻ろうとさぼろうとする、ね、自分を、えー、こうそういうのを、えー、やめる、えー、ブロックする、えー、ブロックするじゃないそれをこうやめる状態ですねそういう戻ろうとするマインドブロックがかかることをこうやめるようにそれを外すようにする、えー、そういう動きが必要な。 ことですねそれとですね、えー、これはどういうちょっと分かりにくいかなどうですかね絶、えー、絶対対的的積積極極ですね絶対的積極、えー、だから積極も絶対的に何でもこうやろうとする気持ちというかそういうのが必要 で消極的なことからこう何も生まれないというか、えー、そういうことがあるんですね、えー、失敗してもいいと思うんですね失敗してもいいからこう積極的にいくということですね、えー、何事に対しても積極的、えー、だから全部プラスの考え方を持ってこう向かっていくということですね、えー、マイナスの感情は持たないというふうにこう決めることですね決めていくことによって、えー、絶対的積極になっていくということですね。 ですね、それとですね、えー、他人は変えられないと、えー、変えられるのは自分だけということですねこれをしっかりと頭の中に、えー、叩き込むということですね、えー、ということは自己責任ということになるんですね自己責任になれば他人のせいにはしないですよね他人のせいやとそれを理由にしないということです全部自己責任なんで、えー、その他人は変えられないんだからと。 自分変えれるのは自分だというところへ持っていくということですね。だからその例えばお店をやっててそのお客さんが来ないのを、えー、なんかお客さんのお客さんのせいにしたり、その土地とかそういう場所のせいにしたりとかそういう自分以外のことにをに責任を転嫁するんではなくてですね自分ができることをこうコツコツやっていくという、えー、自己責任論ですね。でコントロールできないものにこう あのー、エネルギーを注ぐというかそのコントロールできないところにこう気持ちを持っていくんでは なくてですね、コントロールできる自分ができる行動そっち側にこう持っていくことですねそういうマインドセット、えー、が必要なんじゃないかなということですね、えー、目的に積極的に関わ,ら関わろうとする気持ちであったりとかですね、えー、今までの自分に戻ろうとする、えー、消極的なね、えー、そういう気持ちを、えー、やめることで、えー、全てのことに対して絶対的積極で関わると いうことですね、それはだから、えーまあ、愛であるとか心善美、えー、あのだから抽象度を上げた目的ですね抽象度を上げ,上げた目的を持つことですね、えー、だから普遍的なことですね普遍的な目的を持つということですそれで関わっていくそれと自分がどう,どう一体化できているかとか、えー、だから善善ってありますね善悪の善であるとか美美しくある 状態に持って行ってるかとか、えー、その全、えー、で愛愛情があるかとか、そういうことを全部こうすり合わせていくんですよね。自分とそっち側に、そっち側の方にできているかと思っていくことですね。そういう、えー、関わりというか姿勢を持っていくっていうことが大事だということと。 絶対的に積極に関わることそういう気持ちでいることと、えー、他人は変えられないと自己責任であるということですねそういうことで関わっていくのが、えー、こうマインドセットには必要なものなんじゃないかなというふうに思いますちょっとバラバラしましたかね言ってることがでも、えー、そういうことで関わっていくとやっぱ目標というかそういう目的を達成するか、えー、マインドセットになるんじゃないかなというふうに思います ということで、えー、今日の動画は以上となります。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。